エには最近様々な大きな動きがありますが、このチャンネルでメインに扱っている FF7 リメイクシリーズについて、その最終作であるリバース続編の制作状況はどうなっているのか、日本だけでなく海外情報も調査して、FF7 リメイクシリーズ3作目の現状についてまとめました。制作状況はどうなのか調査する中で、出ている情報をまとめてみると、様々な3作目に関する事実が見えてきました。その詳細を時系列で確認していきます。それでは先輩解説よろしくお願いします。2022年6月17日、FF7 リメイクシリーズは3部作であることが発表され、FF7 リバースの発売が発表された、クリエイティブディレクター野村氏のコメントには、すでに3作目の開発に突入しているパートもあります、と明かされていた。随分と早い段階から情報が明かされていたんですね。そこから約1年後の2023年9月15日、発売日告知トレーラーとともに予約が開始される。その数日後2023年9月24日、野村氏は3作目のメインシナリオもすでに完成していることと、先行してサブエピソードやエンディング周辺の構成、ロケーションや登場キャラクターの洗い出しをしていることを明かす。去年9月の時点ですでに、サブクエ周りのストーリー部分を制作しているんですね。リバース発売前だったからわからなかったけど、3作目もリバースのようにサブクエが展開されていくんだろうから、おそらく結構な分量のサブクエエピソードを、去年9月時点で制作していたんだな。さらに数日後の2023年9月24日、東京ゲームショーのサムスンのステージで、北瀬プロデューサーが、メインシナリオ第1稿は出来上がっていると発言。ただ発売後のリアクションをフィードバックしながら、修正する可能性も明かしていた。その約半年後、リバース発売直前の2024年2月7日、新たなインタビューが掲載される。野村氏によれば、原作の FF7 に思い入れの強いファンからすると、追加要素に対して解釈違いが発生する恐れがあるか聞かれ、それはあることを明かした。ただそこはシナリオ担当の野島氏や北瀬氏と共に挑戦した部分で、3部作を完結までやっていただけると納得していただけるのではないか、と答えている。追加要素の結末は3作目で答えが出るようですね。さらに野村氏はリメイクの3部作は、こういう形で結末を迎える、という大筋は決まっていることを明かした。第3作のメインシナリオについては、これをやりきりましょうという気持ちで、ストーリー面へのプレッシャーや心配はないとのこと。記者がリバースと3作目の今後のストーリーについて、原作を知っている人も驚くことがあるのか野村氏に聞くと、何を言ってもヒントになってしまうとしつつ、リメイク1作目はミッドガル脱出という、原作プレイヤーがイメージできる展開だったが、リメイク最終作となる3作目で、エンディングに向けて全体の物語がまとまっていくような展開になると明かした。その物語の山場としてあるのがリバースになるとのことだった。リメイクとリバースで巻かれた伏線が回収されていき、多くの真実が3作目のエンディングの答えに向かって明かされていく、みたいなイメージが湧きました。まだどうなるかわからないけどワクワクするな。第3部のシナリオはすでに大枠が出来上がっていることは、9月の段階で明らかになっていたが、同日の別媒体のインタビューでの北瀬氏によると、そこからゲームにどう落とし込んでいくかの段階で、ここはこうした方がいいというアイデア出しを行っているとのこと。さらに同日の別媒体のインタビューでの野村氏によると、次回は飛空艇がまた大きな難題になると考えています。次の作品の飛空艇やウェポンと、いつも先の内容に気が入っています。と発言して先の内容の課題を気にかけていた。そしてついに2024年2月29日に FF7 リバースが発売する。2024年3月1日に発売後の海外インタビューが公開され、浜口ディレクターは、エンディングについて様々な憶測が飛び交い、プレイヤーから様々な解釈がなされることが予想され、プレイヤーの反応を観察することで、3作目の制作に生かすことができる可能性を示唆した。インタビューはここまでずっとシナリオ関連ばかりだな。シナリオが定まらないと制作できないからではないでしょうか。話を聞いていると発売後の反応を見てフィードバックする部分と、変えない部分があるように聞こえるな。大枠は変えないけど細部は調整するってことでしょうかね。このあたりでシナリオ周りより少し進んだインタビューが到着する。全世界売上の一部の速報も出ているはずの2024年3月2日、浜口ディレクターは東南アジアへのリバースのプロモーションの一環で、フィリピンのイベントに出演してインタビューを受けている。浜口氏によれば3作目について、すでに次のステージに進んでいてチームにも計画は伝えている、という旨を発言するとともに、リメイクからリバースが進化して、ワールドマップでユーザーに自由度を与えるデザインに変わったように、次のゲームはリバースとは別の体験になる旨を明かしていた。リバースも個人的には相当すごい進化と感じたけど、さらに進化するってどうなっちまうんだろうな。ワクワクしますね。2024年3月4日に公開された海外インタビューで浜口氏は、
開発という観点から見ると、リバースを出してすぐに翌年に次のタイトルを出すわけではない、という旨を明かした。さらに数日後の2024年3月6日、濱口氏は海外インタビューで、3作目に向けた重要な要素を盛り込んだ、ゲームデザイン企画書をすでに作成している旨を明かした。そして原作で俳優インドで世界を探検した経験を、3作目で表現したい旨を語っている。飛空艇はマジでどうなるのか気になる。3作目の制作について結構具体的な話が登場し始めましたね。FF7 リバース発売から約1ヶ月後の2024年4月1日、濱口ディレクターがスクエニの執行役員に昇進。リバースは発売後に様々な意見は出たものの、メタスコア92でユーザースコアは9となっており、この基準においては好評であり、今までの実績とリバースの功績が評価されたものと思われる。そして同日にリバースのテーマソングを担当した植松氏と、シナリオを手掛けた野島氏と野村クリエイティブディレクターの3名で、対談する動画が公開された。シナリオ担当の野島氏は、3作目も楽しみにしててほしいなと思います。と3作目について言及。野村氏も切れ目なくずっと1作目から3作目完結に向けて走っている。というように3作目について動いている発言をした。3作目のテーマソングについては、まだ正式なオファーはしていないものの、1作目と2作目を依頼した以上、3作目は植松さんじゃないというオチはありえない。と3作目のテーマソングに関しても植松氏に依頼したい意向を示した。そして2024年4月12日に公式書籍 FF7 リバースアルティマニアが発売。シナリオ担当の野島氏によれば、3作目のエンディングに向けて怒涛の展開になっていくとのこと。他のスタッフからは、メインストーリーはもちろん、その周辺のエピソードにも期待してほしい旨や、FF7 の世界が大団円を迎えられるような作品を目指すことが明かされた。最終的な世界の構造は3作目で明確になっていく予定とのこと。また現時点でのチャレンジ予定として、リバースの構造では、ストーリーに沿って次の目的地がある程度決まっていて、そこに到着すると物語が進む構造を、3作目ではもう少し自由にするチャレンジをしたいとのこと。次にどこへどんな方法で行くのか自由に決められて、行く先々で遊びを見つけてもらうスタイルの構想がある旨が明かされた。しかしそれはリバースへの反響を踏まえて検討していきたいとのこと。濱口ディレクターによれば、飛空艇入手後はリバースと異なり、複数のエリアを同時に攻略する形を構想しているとのこと。また未登場の原作の4体の召喚獣のうち、ナイツ・オブ・ラウンドは期待に応えられるように頑張る、とのことであった。さらに野村氏は飛空艇の課題を挙げて、着陸できるかどうかを気にしているとのこと。リアルだと滑走路のような広い平地が必要ながら、それがプレイヤーの皆さんの納得につながるかを考えている旨を明かした。ワールドマップで検討が必要なことは3作目の方が多く、原作でウェポンが出現して歩き回ることをどう表現するか、ということを検討している旨を明かしていた。ただどれだけ難しくても最終的には作る以外に選択肢はない。今作を成し遂げたスタッフたちですから期待に応えてくれると思っています。と野村氏は語っている。力強い意志みたいなものを感じますね。そしてボイスの収録についても近々始まるとのことで、この動画を出している時点で、ボイス収録は始まっているのではないかと思われる。3作目を遊べるのはいつ頃になるかも言っていたよな。北瀬氏によれば、ボリュームとクオリティに妥協する気はなく、無理にスケジュールを短縮しない、としつつも、リメイクからリバースまでは、リメイクの PS5 版のインターグレードの制作期間である1年をマイナスすると実質3年、3作目も同じ布陣で制作することから、チームとしての連動が上がっているので、シナリオもほとんど出来上がっていることを考えると、比較的短い間隔で届けられるかもしれない、という旨が明かされている。個人的な印象ですが、制作は前のめりで開発を進めているようですね。この先を楽しみにしてる。2024年5月16日、FF7 公式関連作品のエバークライシスにて、リメイクやリバースにつながる新しいストーリーが公開された。この詳細については詳しくは過去動画をご参照ください。そのチャプタークリア後にさらなるエピソードの予告編が始まる。新ストーリーの予告なので、ここからエバークライシスのネタバレを含む。忘られる都のアレンジ BGM だ。誰かの息遣いが。ノイズとビデオカメラ。この土地には正体不明の不気味な力がある。そこに映るセフラス。その正体を突き止めるまでは調査が終わったとは言えない。カメラマンですか。たとえ相手が誰であれ、それがお前を動揺させるなら断ち切れ。決着をつけろ。アンジールですか。
森でさまようビデオカメラを持った人物。その人物は黒マントのように黒く見える。ビデオカメラには若いセフィロスが映っている。そして若いセフィロスとバスターソードらしきものを持った。若いアンジールらしき人物が映る。若いセフィロスは北条の幻影らしきものを睨む。まだわからないけども、リメイクシリーズにつながるエバークライシスのファーストソルジャー編で、若いセフィロスとアンジール編が始まるのかもしれないな。となるとアンジールも3作目に絡んできたりするのかな。何か新情報が出てきましたらこのチャンネルでも取り上げます。今後の公式の予定としては2024年5月28日に野村氏も出演する FF7 エバークライシスの生放送があり、6月14日にはアメリカのトライベッカ映画祭に北瀬氏と濱口氏が出演する予定となっている。 FF7 リバースのことについて語るとのこと。まとめると現在はメインシナリオ完成、サブイベントシナリオ制作中、ボイス収録が開始している可能性あり、ゲームデザイン企画者存在、飛空艇やウェポンなどの表現方法検討中、エバークライシスでも並行で物語展開という形になっている。インタビューから時間が経っているためにもう少し開発状況は進んでいる可能性もある。いずれにしろ開発の初期段階に見えますね。とにかく途中まで開発は進んでいるようだな。細かい部分まで見ているので続報があったらまたお知らせする。一つ心配なのはザックスの声優鈴村健一氏が5月16日に休養を発表したこと。体調不良で復帰時期が未定なことから3作目のボイス収録にも影響があるかもしれない。それもそうなんだが、単純に体調が大丈夫か心配だ。この動画としてはこれで終わりですが、リバースを細かく解析して3作目についても考える動画シリーズがあります。冒頭を少し流しますので、気になる人は画面やコメント欄や概要欄に貼ったリンクから飛んでみてください。この動画は FF7 リバースのコレルプリズムまでと FF7 リメイクと原作 FF7 関連作品のネタバレを含みます。ビックスはエアリスの過去にまつわる人物なんだよね。 FF7 リメイク発売後に出版されたエアリスの過去を描く小説だとそのようになっている。不思議だよね。ザックスにしろビックスにしろ、なぜエアリスの過去にまつわる人物が出てくるのか、導かれるように5番街スラムにいるのか。ビックスが本当にやりたかったことって何なの？そしてなぜ5番街スラムにいるの？そうだね、それはね、